チュチクマニア主婦のなおです。はい、今回はですね、お金持ちになりたい人がやるべきことについてお話ししていきたいと思います。はい、まあ、すいません、ちょっと最近ね、ちょっと更新頻度が減ってきてしまったんですけど、まあ、ちょっと、ね、この事情はまた後日説明させていただきたいなと思います。すいません、まあ、ちょっとね、あまり最近具合が良くなくてなかなか撮れないので、まあ、ちょっと多めに見ていただけたらなと思います。まあ、の自分なりのペースで更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあね、お金持ちになりたいって思う気持ちは誰でも抱いたことあると思います。やっぱりまあね、お金ってね、お金はね、なんだろう、お金が全てではないっていう人も多いと思うんですけど、でもお金がないとね、やっぱり楽しみとかね、楽しめないこともありますよね。なので、まあ、お金持ちになるための基本的なことを、まあ、これからお話ししていきたいと思います。はい、まあね、私たちの夫婦は、まあ、お金持ちって言うほどではないかもしれないんですけど、でももう総資産は1500万円を突破したので、まあ割とお金は持ってる方なのかなって思います。はい、なのでこのね、若いうちにこれだけ貯金できたので、まあ、皆さんにもお金持ちになれる、まあ、方法、ちょっと基本的なことをお話ししていきたいと思います。はい、まあでももちろんね、これは誰にでもね、挑戦できることなので、はい、誰でもすぐに実践できることばかりなので、まあお金持ちになりたいなってちょっとでも思った方は最後まで聞いてくださると嬉しいです。はい、まず一つ目はですね、先取り貯金をすることです。はい、まあね、お金を貯める基本です。もう先取り貯金は私もずっと就職してからもうずっとやってました。もう勝手にね、給料から天引きされるっていう貯金なんですけれども、もう給料が入ったら、まあ、貯金したい分を先にもう自分でもう口座から引き出して、あとはまあその天引きできるような積み立てなんかも今ありますよね。でそういうものにを利用してやったりとか、まあ、自分でね、この額って決めてその額を毎月下ろして、その貯蓄口座に回すとか、もうそういう風にして先取り貯金をすることが大事です。なのでまあおすすめなのは、その給料口座とは別に貯蓄口座をちゃんと設けることですね。貯蓄口座を設けることで、ちゃんとなんかどのくらい貯金したかっていうものが明確に把握できるので、最低でも2つ貯蓄、給料口座とは別に貯蓄口座を用意することがおすすめです。はい、まあ、なので余った額が貯金にするっていう考えじゃなくて、最初に貯金するようにすると、初心者の方、貯金初心者の方も貯められるようになると思います。はい、あと2つ目はですね、支出より収入を多くすることですね。まあ、今月はね、まあ、収入が多かったからいっぱい贅沢しちゃおうっていう考えはダメですね。なので、まあ、なんか支出より、そう、収入を多くするためには支出を多くしちゃいけないんですよ。だから収入が多くても、いつも通りの生活をするように心がけないとたまりません。お金がいっぱい入ったからって言ってご褒美買う人結構多いと思うんですけど、ご褒美を毎回やってるとかなりお金はたまりづらくなります。ボーナスとかも、よし、ボーナス入ったからこのなんかね、高級バッグ買おうとか、いろいろね、あると思うんですけど、そういうご褒美な買い物をしまくるとダメですね。なので、まあ、収入よりも少ない支出にするっていうのことをまず基本的に考えてください。なのでまあ収入よりも支出が多くなってしまってる人はもう要注意です。まずはそこからですね。なのでまあ
このその生活レベルをねあまり上げすぎる、自分の好きなものにお金をかけすぎるとそういう生活のそのお金が貯まるっていうのは難しくなるので、まあ基本的なことなんですけど、そう支出を抑えるように頑張りましょうね。はい、まあなんかどうしてもその今の生活レベルを下げたくない、あの好きなものも買いたいと思うんだったら収入を多くできるように、まあ、転職したりとか、まあ、副業したりとか、まあ、ポイ活とかしてみたりとか何かね努力して収入を増やさないといけません。でもそれって結構大変なことなので支出を減らす努力をした方が私はいいのかなって思います。なのでその努力をするように頑張ってみてください。はい、3つ目ですね。今度は投資をするです。はい、もう何度もねこの動画の中でお話ししてるんですけど、投資をすることはとっても大切です。ただお金を貯めるだけじゃお金は増えません。あの自分たちでその労働してね働くだけじゃなくってお金にも働いてもらうことがとっても大切です。それがね投資なんですけども、まあ貯まったお金を銀行にね今預けておいてもほとんど利息はつきませんね。全然ね昔はね銀行に預けてれば利息がついたりしてた時代もありますけど、今の時代はそんなことありません。なのでまあ今ねすごい積み立てNISAとかそうNISA制度ができて非課税の投資ができる口座が、まあ、国でねできたので、その口座を利用して、まあ、積み立てNISAだったらその分散してリスクを分散して毎月ねちょっとずつ投資ができるっていう制度もありますので、まあ、そういうのを利用して初心者の方も投資をできるようなね制度があるので、そういうのを利用してみるといいと思います。もちろん投資はすごくねいいことなんですけど、 FX だったりとか不動産投資とかビットコインとか結構ねすごい振れ幅が広い、まあ儲けるかもしれないけどもう損することも大きいみたいな、そのリスクが高すぎる投資は初心者の方はやらない方がいいです。私はやってないです。まあね、旦那さんとかはビットコインちょっと買ってるんですけど、まあ、それはねかなりね慣れた人じゃないとダメですね。まあリスクが低いまず投資信託から始めて行った方がいいと思います。はい、あとはですね4つ目はですね、もう実際にお金を持ってる人の真似をしてみるですね。はい、まあ SNS はねすごく節約してる人とか貯金が好きな人とかたくさんいます。インスタグラムとかね、まあ、YouTube もそうなんですけど、すごくたくさん貯金とかその投資とかやってる節約のね人得意な人とかいっぱいいるので、そういう人たちの話を聞いたり、まあ、記事を見たりして真似をするのがいいと思います。なので、まあ、私のねこの動画とかもちょっとでもね真似していただけたら少しでも、まあ、その貯金ができるようになるかなって思いますので、よかったら参考にしてみてください。まあ、私のね動画だけじゃなくても他のねそういうお金貯金が好きな人とか節約が好きな人の真似をしてみるっていうことが大切ですね。はい、まあ以上がねお金持ちになるためのまあお金持ちになりたい人がやるべきことっていうことで今回お話しさせていただきました。まあ誰でもね始められるものなので、皆さんよかったら一つでも今から始めてみてください。それでねお金持ちになって豊かな生活をできるようにしましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価コメントもお待ちしてます。バイバーイ。